この学校にいる童話地区出身者は何人だ というふうに、新潟県の県立荒川高校を球団してね、で、自殺した生徒の、なんか親族はブラ出身だのっていうことをベラベラ喋ってた人たちがですね、私を訴えてきたんです。私が、あの、新潟のブラを訪れて、まあ、詳細に研究して掲載した記事を消せっていう、そういう話ですね。あと、まあ、訴状をね、まだ見てないんで、詳細わかんないんだけども、どうもね、この学校にいる童話地区出身者は何人だの県の記事も もね消させようとしてるような感じですねでそれでこれについて複数のメディアから取材を受けてまあそれぞれ記事が出てます一つは地,地元の新潟日報もう一つは朝日新聞もう一つは共同通信ですねあとねいろんな地方紙にもの てるし確か産経新聞にも載ってたと思うんだけども、まあ、それに関してはですね、これは共同通信の配信記事をそのまま載せてるだけなんで、まあ、基本的にはこの3社っていうことになるんです。で、それぞれの記事を見てみたんですけども、えー、新潟日報に関してはですね、まあ、原告、被告、双方、固有名詞個人名載せてまして、まあ、私の名前も載せてるし、次元者っていうのも 載せてるし、まあ、あの、プラクタンポクルアクエストっていう、なんかそういう固有名詞も載せてますね。 で、朝日新聞はですね、あの、一切ね、私側の名前は載せてないです。あの、自転者っていうのも載せてなくて。でね、えー、私のコメントを載せてるんですね。出版社代表は取材に、同連合会。同連合会っていうのは、ブラック解放同盟、新潟県連合会ですね。同連合会に関して、新潟地裁に,裁に裁判を起こしたとし、その裁判と連動していると考えてると話したっていうふうに載せてるんだけども、まあ、何のことやらさっぱりわからないわけです。 で、共同通信に関してはですね、まあ私のコメントを一切載せてないですね。というのもね、共同通信については僕、あの、怒ったんですよ。あの、電話で、まあ取材してきたんだけども、それがなんかもう、誘導尋問っぽかったんで、ね、ちょっといい加減にしろと。どうせ僕のコメントの載せるつもりがないんでしょと。まあ僕はね、荒川高校のことを書けと。ね。で、コメントっていうのはとにかくこれは荒川高校のね、あ,あのことを、あのことをとね、関係してると。 とにかく、その、解放同盟が荒川高校をね、球団したんだと、このことを書けっていうふうに言ったんだけども、まあ、もう、その様子からして絶対書かないだろうなと思ったんで、まあ僕はね、あの、コメント載せるつもりはないなら取材してくんなと。で、あの、原稿用紙解放同盟に送って書いても,書いてもらえってって僕怒ったんです。まあその結果として、こういうことになったわけです。なんでね、このメディアっていうのはね、 この解放同盟を批判するような、まあ、解放同盟にとって不都合なことを書かないのかっていうところなんですけども、まあ、朝日新聞に関してはよくわかってるんです。あの、下の概要欄にアドレス載せておくんだけども、あ、あの、阿久沢記者っていうのはね、えー、朝日新聞にいて、まあ、その人の講演を、講演について、ま、僕にいろいろ情報を送ってった、送ってくれた人がいて、まあ、その内容をね、聞いてみるとですね、 まあ、その会社としての方針なのかな多分、阿久沢さん個人の方針じゃないと思いますよ。えっ、ー、と、まずですね、私の、あの、自転車に関する固有名詞は一切出さないと。それで検索してアクセスが増えちゃうからっていうこと。あともう一つは、あの、固有名詞は有料部分に送ると。その解放同盟側のね、えー、例えば今回だったら、長谷川さなえさんとかの固有名詞は有料部分に送って、えー、なるべく検索されにくいようにす、 されにくいようにするとまあ、多分あの、ブラック解放同盟関係人物一覧とか、まあそういうのが作られたっていうことと関係してるんだと思いますね。まあそういう名前を収集してる人はいるんですよ。そういうあの、童話団体マニアの人で。僕じゃないですよ。言っとくけど、あれやったの。で、それで、 あともう一つはですね、やっぱりもう、八死言ってますもん、解放同盟側の寄り添い報道をしてるって。まあ、運動にとってね、都合の悪いことは書かないっていう、まあ、そういう趣旨のことをはっきりと言ってるんで、もう、朝新聞っていうのは、その、もう解放同盟に寄り添う変更報道をしてますっていうことを隠してないんですね。ただまあ、これに関しては、結局、共同通信もそう、そうですしね。 なんか、ヘイト取材班とか作って、もうそういうベッタベタな、そういうね、あの、班を作って、もう寄り添い取材してるんですよ。これも共同通信も隠してない。で、新潟日報についてはですね、こちらはちょっとまあ特殊な事情があってね、えー、狭山事件に関する裁判で、いろいろ社内でゴタゴタがあってですね、結局、その、解放同盟側からまあ球団みたいな感じで、いろいろあって、で、それで解放同盟の寄り添い報道をするようなことになったんですね。 まあ三者ね共通していろいろ事情があるんだけども共通してるのは解放同盟にとって不利なことは絶対書かないっていうことですねやっぱりねそのなんかね変な配慮があるんですよその部落にとってその不都合なことを書くと差別をね広めてしまうみたいな,なんかそういうなんか間違った良心があるんじゃないかなただ解放同盟とその部落住民っていうのは全く別物だっていうことはねわかるわけですよ まともな人は。っていうか、その、まあ、一部のバカな人は分かんないかもしれないけども、そういうことをちゃんと書けばいいんです。解放同盟員と部落の住民っていうのは何にも関係ないと。うん。ただ、まあ、それを書いてしまうと解放同盟から怒られるのかもしれないですね。まあ、それは解放同盟が部落の代表でも何でもないってはっきり言っちゃうようなもんだから。だから、それも解放同盟に配慮して怖くて書けない。やっぱしその、その解放同盟と部落住民を混同させるような記事を書くから、まあ、そうすると、 まあ、ブラックというか解放同盟にとって不都合な記事は書けないっていう、そういう、も、ま、う、あ、もう、がんじがらめになってるんじゃないかと思います。というのが、まあ、その共通する事情だと思うんですよね。で、面白いのはですね、あの、NHK。NHK ってね、私のことほとんど報じないですね。あの、全国ブラック調査の判決については、まあ、短くちょこっとね、触れたぐらいですね。基本的にはね、あのー、 ま、今回の件に関しては全然報道してないですし、NHK っていうのは基本的にこの手の問題っていうのは腰が引けてるんですよ。で、これは僕の想像ですよ。想像なんだけども、多分 NHK に関してはその受信料絡みのことがあるんじゃないかな。これ、あの、立花隆さんかな N, N 国の元 NHK の人。あの人もぶっちゃけたんだけども、まあ、結局その受信料の徴収なんかで、 えー、同和地区っていうのは、その、まあ、要注意地域として扱ってきたっていうことがね、まあ、経緯としてあるんです。NHK に関しては。だから、その追い目もあるし、まあ、NHK っていうのはですね、その受信料徴収のためにですね、いろいろ人の名前だとかね、個人名だとか地域の情報とか収集しまくってるような放送局なんで、だから、ま、うかつに、その人格権だのプライバシーの話をすると、その、ブーメランになるっていう ういうことを危惧してるんじゃないかなというのと、NHK ってファミリーヒストリーとかね、そういうちょっとね、人のルーツを探るようなね、そういう番組をやってるんで、やっぱそこに関してはですね、なかなかその解放同盟にべったりになってしまうと、それもちょっとまずいかなっていうのがね、そういうことがあるんだと思います。だから NHK はね、ちょっとまた別の事情があって、あの、この点については腰が引けじみですね。 まあ、メディアがね、なんで解放同盟の寄り添い報道をしてしまうのか。まあ、今回の記事を見て、ちょっと背景をね、えー、読んでみていただければというふうに思います。